店舗外観醤油ラーメン特一番は、旭川ラーメンを提供しているラーメン店。昭和22年に開店した、八谷、青葉に続き、昭和25年に北海道旭川市で創業した醤油ラーメンをメインとしている地元老舗店である。元祖は、戦後に闇市の屋台で腕を振るっていた満州から引き上げて、北武藤哲之助を採用し、 旭川市三条六丁目昭和通りの新築店舗で開業したものである。武藤はその後現在は閉店しているが、乗れんわけで新徳一番という名前で3店舗展開した。旭川で多点化したのは徳一番が早く多い時で10店舗があったが、2013年、現在5店舗が旭川市内で営業をしている。また、味徳も乗れんわけで、その後札幌、 六本木で人気となった、天王鳥で、現在市内にある、味徳は直接のつながりはない。府中市には、のれん分けされた、徳一番が長期間営業を続けて、老舗店となっており、同市元宿町には、工場と併設店、北海道ラーメン徳一番元宿店、本店は、府中駅近く、支店は、近隣各市に広がり10店ほどが営業している。 多い形式として、出汁は豚骨をじっくりと煮出したもので、アジなどの煮干しも使用する。タレは醤油で、麺は加水が少ない、縮れたもの、油が浮いているもののさっぱりとしたオーソドックスなタイプである。ありがとうございます。